着いたぞ、カンク。乗車券の方。どうも、くにさんです。今私はですね、関西国際空港の方に来ております。昨日はですね、名古屋の方にあります中部国際空港セントレアの方のね、撮影をしてきたんですけども、翌日の今日です。今日はね、この関西国際空港の方のね、撮影をしていきたいと思います。前回の動画で中部国際空港で食べログトップ5をねやったんですけども、今回はこちらの関西国際空港の食べログトップ5の方をねやっていこうと思っております。今回はですね、初めて私がね、関西国際空港の方に来たので、今現在ね、視聴されてる方の中でもね、この関西国際空港をね、利用されたことがない方もね、いらっしゃると思いますので、まずはね、簡単にという形で空港内ね、撮影をしてね、今の現状をね、レビューしていきたいと思っております。ちなみに今日はですね、7月の23日の金曜日になります。今後ろに見えますのはね、ターミナル1になります。まずはね、ターミナル1の4階の方ですね。今上に見えてるところが4階ですね。こちらがね、国際線ロビーになってます。まずはね、そちらの方から撮影して、その次はね、下の3階という形で順にね、追って撮影していこうと思います。この食べログトップ5はですね、以降ね、視聴されてる皆さんがですね、この関西国際空港を利用するときですね、その際のね、参考という形で情報になっていただければと思っております。それではね、行きましょう。はい、それではね、2階ですね、第1ターミナルの2階の方からね、4階の方に向かって、まずは4階のね、国際線ロビーの方をね、紹介していこうと思います。それでは行きましょう。はい、それではね、4階の方向かいましょう。なんかね、4階の方を向かってるけど人気なさそう。うん、はい、4階に着きましたよ。はい、4階のね、国際線ロビー目の前なんですけども、こちらになります。いやー、めっちゃガラガラ、全然人少ないね。まあ、ちょっとはいるのかな。うん、少しはいますね。はい、そしてこちらの方にね、出発状況が載ってるんですけども、はい、こちらがね、出発の状況になります。2、4、6や8便ですね。ソウル、バンコク、台北、マニラ、長州、ドバイ、パリ、シンガポール。今ね、出発の状況はね、こんな感じになってます。いや、誰もいないっすよ、こんな感じで。うん、ガラガラですね、国際線は。はい、まあしょうがないっすね。はい、もうこちらの方はね、もう真っ暗。はい、チェックインカウンター開いてないですね。奥の方に JAL のマークが出てるんですけども、こちらも真っ暗ですね。はい、もう奥の方はね、人影がいないわ。お、 C カウンターはですね、韓国の総行きインチョン国際空港の方ね、9時から出発という形なので、搭乗手続きやってますね。この1箇所だけで、その他はですね、やってないですね。まあ今日1日こっちの第1ターミナルの方は8便ですからね。それではですね、次は3階の方ね、見ていこうと思います。3階の方はですね、ショップ&レストランという形になってますね。お店はね、こんな感じになります。それでは3階の方行ってみましょう。はい、3階の方に着きました。まだね、午前9時なので開いてないお店とかあったりはするんですけども、ちょっと簡単にね、紹介していこうと思います。奥はラーメン屋さんですね、カムクラさんですね。はい、あとはここ和食屋さんですね。
あとは掃除棒お蕎麦屋さんですね。あとは薬局があったり、あと KYK とんかつ屋さんですね。こんなのがありますね。そして逆側行きましょう。あとはこちらに鎌倉パスタがあったり、あとサンマルクカフェ、こんなのがありますね。あとこちらがね、有名なボテジューさんですね。プライオリティパスをね持ってれば、確かね3400円までだったら無料なんですよね、そのプライオリティパスカード。まあこのプライオリティパス関連のね資料がここにめちゃくちゃ掲載されております。プライオリティパスカードご利用のお客様へとね、当日の出発便の搭乗券を提示すれば、それプラスプライオリティカード、その2つをね提出すれば3400円まで無料という形になってますね。大阪の人羨ましいですよね。関東地方ね、東京方面こちらの方にもね、こうやってプライオリティパスカード提示すればね、こんな無料で食べられるお店なんてあったら嬉しいんですけどね。もう前々から思ってました。大阪の人羨ましい。はい、第5位のねお店をご紹介したいと思います。第5位はですね、こちらワールドワインバーピーロードさんになります。こちらはね、羽田空港の方にもね店舗ございますね。第2ターミナルのフードコートにあるお店になります。こちらのねシャンパンがめちゃくちゃ美味しいんですよね。それではね、注文してちょっと席に座って飲んで食べてしたいと思います。第4位の方はですね、目の前にあるのはね第1ターミナルなんですけども、第1ターミナルのこちらの方に行きますとね、エアロプラザというね建物がございます。この建物の中にねお店があります。それでですね、このエアロプラザの建物の中にはですね、ホテルが2つほど入ってます。目の前にね見える青い看板、拡大してみますとこちら上の方にね、ホテル日光関西エアポートとホテル日光さんがねこちらの方に入ってるんですね。でもう一つがその下、ファーストキャビンと書いてありますね。こちらはね、羽田空港の方でもね前回動画でファーストキャビンのね簡易型のホテル動画でアップしたんですけども、こちらのね関西空港の方にもねホテルございますね。はい、それではね、エアロプラザさんの建物の中に入りましてね、第4位のお店をねご紹介していこうと思います。それでは行ってきます。それとちょっとですね、エアロプラザ行く前にですね、こちらの右手の方にこちらに行きますとね、 JR 線それとね南海線とね路線が2つありまして、駅があるような形になってます。一番奥のねこちらの方にありますのがねターミナル1の方になります。ちょうどねエアロプラザとターミナル1のその間にですね駅があるような形になってます。それではね、エアロプラザの中に向かっていこうと思います。こちらの、ね、目の前にあるのが3階の方にですねファーストキャビンさんがございまして、今私のいる2階のねこちらです。こちらがねホテル日光関西エアポートさんになります。今回のねご紹介する第4位のお店はですね、このホテル日光関西エアポートさんが経営しているレストランであるザ・ブラッスリーというね洋食屋さんになります。こちらがですねザ・ブラッスリーさんの看板メニューになります。ここはね土日祝日になりますとねバイキングがやってまして、そのバイキングがね大変人気なお店、それがねザ・ブラッスリーさんになります。そうなんですけども、現在はねコロナ禍という状況なので感染症対策ということでバイキングはやっておりません。現在はですね朝食とランチタイム、この2つをねセットメニューという形で営業してるみたいです。
今回はですね、これの自家製パスタオアリゾットランチというね、このランチを食べようと思います。自家製パスタ1日20食限定ですよ。はい、楽しみです。じゃあ行ってみましょう。はじめにですね、サラダが届きました。その次にですね、こちらの冷製スープが届きまして、その後にですね、はい、美味しそうなね、パンがね、届きました。いやー、美味しそうですね。まずね、サラダいただきます。美味しいです。美味しい、うん、次はね、冷製スープいただきます。いただきます。食べてきました。いや、パスタね、めちゃくちゃ美味しかった。このね、1000円っていうランチセット、1000円っていうね、金額以上のね、満足感、ここね、めちゃくちゃ美味しいのでおすすめしたいと思います。ぜひね、関西国際空港ご飯食べたいと思いましたらね、ここ来てみてください。大変満足すると思います。それではね、食べログ第3位のね、お店をご紹介したいと思います。第3位はですね、こちら、はい、たこ焼きのね、たこまささんになります。やっと大阪名物のね、ソースも粉もんですね。大阪名物あってよかったです。それではね、お店の方で注文していこうと思います。はい、今回はね、焼きそばとたこ焼きのセットをね、注文しました。やっと粉もんが食える。それではまずね、焼きそばの方からいただきます。ちょっと紅生姜つけて、次はね、たこ焼きいただきます。うん、中身トロトロ、おいしい。いただきます。はい、お次はですね、関西国際空港食べログ第2位のお店のご紹介となります。第2位はですね、こちらになります。第2位もですね、ホテル日光関西空港さんのお店になります。はい、日光さんの中にね、入ってきました。目の前にあるのがね、第4位のね、ザ・プラス3さんなんですけども、第2位はですね、こちらにあります。
こちらのね通路の奥にですね第2位のお店がございます。はい、それではね第2位のお店はねこちらになります。はい、第2位のお店はですねこの目の前門があって閉まっちゃってるんですけども、ここの先にですね中華料理の通りさんというねお店がございます。そこはね第2位のお店になります。はい、こちらの方に記載されてます通り2021年の4月の12日からですね当面の間はね臨時休業という形でお休みになってるみたいです。このね中華料理通りさんはですね食べログのね口コミのコメント欄見ますとねかなり人気なお店なんだなっていうところがね分かるんですけども、私食べたことないので、食べたことがある方はですねぜひねコメント欄の方にね書き込みお願いします。それではね今回は申し訳ないんですけども第2位のお店の通りさんはね休業なので、第2位の発表はねここまでとさせていただきます。それとですねちょっとした耳寄り情報なんですけども、このホテル日光さん、ホテル日光だけにですね日光って言いましたら日本航空、まあ日本航空の JAL さんがね経営してるんじゃないかということなんですけども、それは昔の話でですね過去にねこの JAL 日本航空さんは経営破綻で破産申請をしてますので、その時にですねホテル大倉さんがですねそのホテル日光さんを売却という形でしております。なのでこのホテル日光という肩書きは表上残しつつ、実際のね経営はねホテル大倉さんが運営をしている、まあ経営をしているという形になります。まあホテル大倉さんと言いましたらねホテル事業のプロ集団ですからね間違いないですね。はい、お次は最後です。関西国際空港食べログ第1位のお店ですね、こちらになります。ラーメン屋さんの龍騎神さんになります。こちらのお店はですね日本初のね塩ラーメンの専門店になります。ヨーロッパにもね数軒あるラーメン屋さんになります。関西の方ではねテレビでもいくつも取り上げられてる有名店ということなので、かなり有名なお店というところなんですけども、関東の方ですとねこのラーメン屋さんは聞きませんね。関東の人でもあまりこのラーメン屋さんは知らないかと思います。関西の方では超有名なラーメン屋さんと言われてるみたいです。ここの人気メニューはですね龍騎神とお店の名前に書いてある通り龍騎神ラーメンというものがね人気みたいです。それとですね海鮮塩だれを使った唐揚げ、こちらもねめちゃくちゃ人気ある唐揚げみたいです。このね2つがねここのお店の人気メニューとなっております。お店の方はですね臨時休業という形でまあこんな状態になってるんですけどもね、以上でね第1位のねお店は龍騎神ラーメンの龍騎神さんでした。はい、これでね今回の動画は終了となります。今回の動画いかがだったでしょうか。今回ね5軒中ね2軒ほどねお店が臨時休業でやってなかったんですけども、今回ご紹介した5軒、これをね関西国際空港ご利用になる時にはですねぜひ参考にしてみてください。今回のね動画が参考になったと思いましたらねグッドボタン高評価ねよろしくお願いいたします。それとチャンネル登録の方もですねよろしくお願いいたします。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。それではまたバイバーイ。あー終わった。それじゃ飛び出しんち行ってきますか。あー飛び出しんち楽しみだな。